変わらぬもの。あのカルトさん。何か。この人は確か別の正体の。明日の作戦でご一緒させていただきます。そのよろしくお願いいたします。ああ。わざわざ挨拶に来てくれたのか。こちらこそよろしくお願いします。何か話さないと。ああ緊張する。顔がどんどん熱くなってきた。カルトさんは腕利きの兵士だと聞きました。俺足を引っ張らないように頑張ります。向こうへ行け。え？何を言ってるんだ。僕は違うんです。僕極度の上がり症で初対面の人と話すのが苦手なだけで。すみません失礼しました。またやってしまった。どうして僕はいつもこうなんだ。カルト、また相手に変な誤解させちまったみたいだな。ローラン、どうしよう。彼せっかく挨拶に来てくれたのに、すごくひどいことを言ってしまった。無口でクールな腕利きの兵士、それがお前に対する周りのイメージなんだよな。だからみんなビビっちまって、あんな風に挨拶に来るやつまでいるわけだが。誤解なんだよ。僕は上がり症でうまく話せないだけなんだ。普通に話せるのは幼馴染の君と妹のエリーンくらいだよ。仕方ないな。俺が後で一緒に誤解を解きに行ってやる。 ありがとうローラン。困ってる親友を放ってはおけないからな。にしても兄貴はちょっと頼りないってのに、比べてお前の妹は。ねえエリーン、装備について聞きたいことがあるんだけど。おいエリーン、ちょっと低下してくれ。はーい、すぐに行きます。相変わらずすごいなエリーンは。いつもみんなに頼られて。明日の作戦はあいつも参加するみたいだぜ。いいところを見せないとなお兄ちゃん。よし、これで明日の準備はできたかな。にしても同じ村で育った俺らが今度は同じ戦場を走り回ることになるとはな。あの泣き虫だったエリーンまで入隊するとは思わなかったぜ。昔に比べてエリーンは変わったよね。しっかり者で頼もしくなった。戦闘でもしっかり結果を出してるし、エリーンにそんな才能があるなんて驚いたけど。誰かさんの役に立ちたいから必死に努力したんじゃないか。誰かさんって？バーカ、そりゃ当然兄貴のお前。ちょっと兄さん、明日出撃命令が出てるんでしょ。準備は？ああ、とりあえず終わってるよ。もう気の抜けた返事ね。そんなんじゃすぐ帝国にやられちゃうよ。やれやれ、本当はブラコンのくせに本人を目の前にすると途端にこれだ。それとローラン、親友だからって兄さんを甘やかさないように。ったく可愛げがなくなったなエリーン。ガキの頃とは大違いだ。昔のお前は弱虫で泣き虫で、何かあると
すぐ兄貴に助けてもらってたのに。バカ、いつの話してるのよ。とにかく準備はしっかりね。兄さんはただでさえどんくさいんだから。それに私はもう子供じゃない。今度は私が兄さんを守ってみせる。気合入ってんなあいつ。カルト、俺らも負けてらんねえぞ。いろんな方向からのプレッシャーで吐きそうだ。ったく、そんな器用でよく入隊できたな。というかお前もそもそもどうして軍に来たんだ。あれ、入隊した理由言ってなかったっけ。実はその僕、君が心配で連邦軍に入ったんだ。何を心配するってんだ。俺は帝国を倒すためにここへ来ただけだぜ。帝国は悪だ。悪は打ち砕かれなきゃならない。連邦の正義の力によってな。そういうとこ変わらないな。君は昔から正義感が強かった。でも今の君は帝国の全てが悪だと思ってる。カルト、お前は優しすぎる。戦場に立つなら強い意志を持たないとダメだぜ。うん、それは分かってる。ま、心配してくれるのは嬉しいし、お前と一緒に戦えるのは心強い。明日の戦闘も俺はお前の背を守ってやる。だからお前は俺の背を頼むぜ、相棒。ああ、そうだね。頑張るよ。あれ、エリーンはさっきまでいたのに。カルト、今の悲鳴。エリーン、どこだ。返事をしろ。バカが、一人で向かってきやがった。撃ち殺してやる。邪魔をするな。どけ。変わらないな。エリーンが危険な目に遭うといつもこうだ。どうしよう、みんなとはぐれちゃった。敵にも囲まれてるみたい。散々兄さんにしっかりしろって言ったくせに、自分がこんな形で終わるなんてね。お前らしくないよエリーン、こんなところで諦めるなんて。兄さん、それにローランも、まさか私を助けに。ダメだよ、今すぐ逃げて。ここは敵に囲まれてるの。分かった、じゃあエリーンは僕の後ろにいて。心配すんなってエリーン、よく知ってるだろ。こうなった時のカルトは無敵だぜ。行動を開始する。発見した。敵発見。発見した。どうだ。物なんかないさ。
します。倒してみせる。ものなんかないさ。行動を開始する。敵発見。どうだ。拠点を占拠した。ものなんかないさ。当たれ。怖いものなんかないさ。くらえ。よし、倒したな。怖いものなんかないさ。見つけた。どうだ。
ものなんかないさ。敵発見。エリン、危ない。伏せろ。狙われていたなんて気づかなかった。うん。でもどうして今撃たなかったんです。引き金に指はかかっていたはずなのに。撃てなかった。俺にもその子と同い年くらいの妹がいる。なんだって。情けない最後だな。笑ってもいいんだぜ。いえ、同じ立場だったなら僕も引き金を引けなかったと思います。そうか、その子はあんたの妹か。なんだ、帝国は悪のはずなのにこんな兵士もいるなんて。何が本当の悪なのかしっかり見極めて戦うことが大切だと思うよ。でもひとまず干渉に浸るのは後にしよう。今はここを切り抜けるんだ。よし、作戦成功だ。祈祷しよう、エリン、ローラ。うん。そうだな。あれ、二人の様子がおかしいな。どうしたんだろう。ああ、エリン、お疲れ様。怪我はなかったかい？うん、大丈夫。その…兄さん、すごくかっこよかったよ。鬼の形相で敵陣を突っ切ってたな。そこまで怖い顔してたかな。それからごめんね、兄さん。え、何が？兄さんを守るなんて偉そうなこと言ってたのに、結局私守られちゃったから。早まる必要なんてないよ。エリーンは大事な妹だ。これからもずっと僕が守る。兄ちゃんってやっぱり優しいな。そう、数年ぶりだな、お兄ちゃんって呼ばれたの。え？待った、今のなしなし、つい口に出ちゃっただけだから。とにかく私はお礼を言いたかっただけ、それだけだからね、兄さん。エリーンが塩らしいなんて、こりゃ明日槍でも振るかな。
ローラン、どうした？さっきから元気がないみたいだけど。お前に言われたことを考えてたんだ。何が本当の悪なのかって。え、僕、そんな偉そうなこと言った？覚えてないのかよ！ごめん。ったく、相変わらず変なところで抜けてるな、お前。にしても、こういう結果もガキの頃と同じか。結局いつだってカルトのやることが一番正しいんだ。正しくて優しいの。いや、そんなことないさ。僕だって間違うこともあるし、何が正解かわからないこともある。俺も今は何が悪なのかわからなくなっちまった。ただ改めて戦争は悲しいことだってのは分かったぜ。俺たちの手で終わらせねえとな。僕には頼もしい親友がいてくれる。だからきっと大丈夫さ。私は？もちろん、しっかり者の妹がいてくれるのも心強いよ。一番頼りになるのはお前だぜ、カルト。これからも3人で頑張ろうな。うん。ああ、もちろんだ。